この表情を見ていただくと分かる通りかなり緊張しております。前回の宣言通り今日はグランガイア戦記剣飛血舞セフィアキクリ教頭編に挑戦。そして私がなぜこの画面を開いているかと言いますと、セフィアは持ってないんですけど、キクリを持ってて育ててて、こうストーリーを読んでたんですけど、異界から来た踊り子なんですよ。血が好きで、だから戦場に現れて、人も神も関係なく、もうバッサバッサやってたんですけど、ミフネと出会ったりとかして、まあいろいろあって、変わったんですよ、それが。で、変わった時に、これ見てくださいよ。今日戦うこの子なんですけど、最後の文章。戦場である人物を発見する。この共闘した彼女ってセフィアなんじゃないかみたいな。セフィアのストーリーわかんないからわかんないけど、でもそう思ったらちょっとワクワクしてきちゃって、ちょっとセフィアも欲しいなって思ったんですが、実際にね、行ってみたいと思います。パーティーはこちらのパーティーで行こうと思います。マックスは前回の宣言通り、ただ苦労して取ったから使いたいという理由だけで入れました。で、まあそのマックスがなるべく映らないように、ちょっと取り立てのカルデスも今日登板しちゃおうかなみたいな。ドーピングが全くされてない加減なんで、より恐怖におののいているんですよ。マジで怖いなって思いながらも、ちょっと戦ってみます。それでは、レッツゴー！ここですね。ちょっと攻略によりますと、最初の連続攻撃きついよみたいな。あ、間違えちゃった。いや、これで多分笛がなくてもいけることになっちゃった。本当は笛使おうと思ったんだけど、ちょっとぴょって押しちゃった。いきまーす。こうして、まあ3ターン徐々に回復を入れて、まあ攻撃付与も入れて、ダルバンシェルで。よし、大丈夫。結構この最初がね、あれみたいで、スーパーブレーバーストとかが回るまではちょっとなるべく全体攻撃の方を入れたいんで、アルス君ってちょっとカルデスを打てるようにして、カルデス確か全体攻撃だったんだよね。うん、なんでこれで多分回るはずです。回らなかったら、あ、回んねえ。いや、いけるいけるいける。いやー、マジで怖いですねこれ。ここで調節しつつ、いやー、あー、一人呼んでもよかったか。いいか、よし、オッケーオッケーオッケー。まあよしよしよし、怖い怖い怖い。ここからは多分回ってくんで、あとは撃つのみって感じですけれども、一応アルトリオンのこの状態異常3ターン無効をつけます。つけて、多分回るうちにつけといて、あとはちょっとスパークの出やすいようにダルバンシェルをなるべく早めに撃ってという感じですね。で、そうですね。よしよしよし。大丈夫大丈夫。あー、怖い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 。もう回って結構敵が回復するんですね。宣言した通り、しっかり自分の HP ではなく、攻撃の内容をしっかり見逃さないように、見ていきたいと思います。いやー、学習したことはなんとかやり遂げたいです。2人落ちちゃいましたが、3人でもきっと祝福の剣。はい、ほい。まあこれで回んなかったらちょっと怖いけど、回るはず。よし、
よかったよかったよかった。ここからが本番なんですけど、本番というか最初攻略サイトによりますと、セフィアが一人で現れます。 HP50% のところでキクリが現れるそうです。で 30% でセフィアが全回復するらしいです。とりあえずそこまで行きたいと思います。まず何が起こるか分かんないんで、アルトリオン状態異常3ターン向こうはつけます。状態異常してくるのかちょっと調べてないけどはい。でグラデンスで付与させて、マクスウェルでスパークダメージはクリティカルをアップさせて、カルデスってダルバンシュルってアルスを打ちます。まだ最初は削れますね。これからどうなるのかちょっと怖いですけど、いやアルトリオン打ちます。アルス打ってダルバンシル打って通常ですね。いやいや回復させて半減打ってアルス打って通常でまた削ります。 50% まではこんな感じでいきたいと思います。へー。でダルバンシル溜まってないんで、アルスの BB を打ってダルバンシル打って通常でいきます。あー、たまんないな、これは。あ、キクリが来た。キクリが来たんで、スーパーブレーバーストを打っていきます。半減が打ってないのは結構怖いですけれども。これでまあ、釣ったらしょうがないんだ。ひぃー。はい。リリックなんちゃら、あー大丈夫なはず、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ、あーマクソやめて。おー、はい、今見えましたこのリリックミラージュというのがバフ消しですね。聞いたことある言葉ですよね。カルデス編でルザがやってたああいう感じのやつです。でダルバンシル打ってこれですね。で通常でいきます。恐ろしいことが起きております。非常に痛いです。ただまだこれは序の口らしいです、らしいですとか言って、でそろそろセフィアの 30% でセフィアは全回復するんですね。なんでちょっとそこまではスーパーブレーバースト使うのもったいない気がするんで、あーでも使った方が良かったか。いや来たな、よし。あーあー、はいはいはい、痛い痛い痛い、はい。ここまで来たらやっと本番だそうです。見てもらえば分かるんですけど、まあちょっと HP 差ができてるんですね。今までみたいに復活はしないんですけど、ただ1体倒して2ターン後に復活しちゃうんですよ。なんでなるべく同時に倒さなきゃいけないらしくて、バフ消しを気をつけつつ両方削りつつって感じですね。はい、これでガルバンシェルをつけます。一応笛も吹いとこう、怖いから。多分ハートクリスタルとかでなんとかいける気がするんで、まあそこはそれにちょっとかけちゃいます。いけるでしょ、いけるでしょ。まあいけるでしょ、いけるでしょ、いけるでしょ。あー、いけない。あー、来ないで来ないで来ないで。リリーなんちゃら、リリーなんちゃら、あ、あー、おー、このリリックミラージュが怖いですね。
ここからなるべくゴリゴリ削ってきます。で今キクリをたげってたんでそっちが削れちゃったんでセフィアをちょっとマルス君でちょっと差をつける感じでやっていきたいです。というわけでまあ普通に BB も打っちゃいます。多分次やれば SBB たまらないかな、たまらないか。よし、はい、ちゃんと攻撃を見るんだ私、攻撃を見ろ、大丈夫だ、攻撃を見るんだ、自分の HP をこうやってやっとこう。よし、そうだね、こうやってやろう、 HP 見ちゃうからこうやってやろう、怖いよー。で、結構 HP 差が大きくて、キクリが実は HP が 50% になると全回復&、まあ、なんかリーダースキルを3ターン無効にするとかいうやつもやってくるんで、キクリを先に 50% にします。いけ、通常でいきます、なるべく50に。よし、いくかな、次で。あ、ダメダメ、見ちゃう見ちゃう、 HP だけ見ちゃう。よしよしよし、でアルスくん打って半減打って多分 50% にいくんで全回復するかな。はい、しないのかな、ちょっと見ちゃう見ちゃう見ちゃう、あかんあかんあかん、 HP 見ちゃう HP 見ちゃう、あー HP 見ちゃう、よし、あ、してこないな、しないの、いや、セフィアも削ろう、わかんないからセフィアも削ろう。よし、というわけでちょっとよくわかんないんで作成変更でガンガンいっちゃおう。思いのほか、あ、おお、来た、これあれですね、今の、あー、あー、待って、私こうやってやってたから全然気づかなかったけど死んでる、うわー、もう今のあれですな、完全にあれですな、あー、しょうがないっす、あれじゃないですか、こうリーダースキルが消えてお亡くなりになったやつですね。誰を復活させよう、とりあえずアルトリオンでしょと、アルス君も欲しい、あと1体フラベンさん、よしよし、でこうでこういこう、うおー、やばいっすね今のセリフとともにとかいう、あー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 、うおー、上も今更感あるけど入れます、きょー、あー、もう痛い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 、あーあー強いよ、いけ、あー、うおうわうわ来た、またまた来た、また来た、あれが、うわ、うわー圧倒的すぎる、もはやだって削れてないよ、うわー、そしてなんとコンティニュー負荷という、コンティニュー負荷という仕様、あー怖いよー、
いやちょっと感想といたしましては、あまりにも強敵すぎて糸口が見えませんこれはやっぱり星7入れよう、強くしなきゃ。あのなんか黒煙どうしたらいいんだろう、リーダースキル無効にするやつ、なんかセリフとともにこうブワって、やっぱりあれ失うと耐えられないんで、光闇入れない感じでパーティーを組めるように育てたりとかしたいけど、なんかあるのかな回避方法が。ちょっとその辺誰か教えてください。私には全くどうしていいかわかりません。あー強いよー、キクリに血を吸われました。そんなわけで共闘編第2回も負けずとやりたいと思います。今日はこれにて、じゃんねー。皆さんこれがあれに入ったらぜひチャンネル登録してください。いきます、チャンネル登録してください。待って。